カープの2軍情報をまとめていきたいと思います。今回はソフトバンク3連戦のポイントまとめです。好調な若鯉は誰だったのでしょうか。このチャンネルではカープの試合結果まとめや選手紹介を随時配信しているので、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。まずは4月5日のソフトバンク戦です。カープはこの試合でソフトバンクに1対3で敗れているという試合になっています。まず投手成績から見ていきましょう。先発森投手でした。ルーキーの森投手でしたが、6回を投げて3失点、自責点は2というピッチングでした。で、最高球速が146キロ、平均は142キロと、そこそこボールは球速出ていたのかなと思います。ただちょっと全体的にボールが高かった印象があります。なので、その高めに浮いた変化球とかを打たれて、初回と3回に、失点するというような試合になっていたかなと思います。4回以降は立ち直ったのか、修正できたのか、低めに変化球も行き出すようになって、その以降はね、降板する6回まで無失点に抑えることができていたので、このね、立ち上がり、ボールが高く浮いていたというところが課題かなと思います。森投手もね、非常にいいピッチャー、完成度の高いルーキーなので、今後もっとそういった課題を解決して、今年中に1軍で見たいなと思います。続いて2番手のケムナ投手。ケムナ投手は1回を投げて、無失点に抑えているというピッチングになります。マックス147キロ出て、平均球速も145キロと、スピードも出ていたのかなと思います。この試合ね、先頭のバッターにフォアボール出してしまったんですけど、その後相手のバント失敗とかにも助けられて、見事無失点に抑えています。無失点には抑えているんですけど、まだちょっと調整必要かなというところで、ボールがまだ高めにいっているというところもありましたし、先頭にフォアボール出すなど制球がバラつくといったところもあるので、まだもうちょっと調整かなと思います。で、3番手コルニエル投手。コルニエル投手も、先頭打者を出すと出したものの無失点抑えるというピッチングでした。で、ちょっと注目したのが、この試合ね、11球投げたうちの7球がスライダーということで、何か試してるのかなといったところを感じましたね。あえてスライダーを多く使って、スライダーの精度を上げるとか、スライダーが通用するか確かめるといったようなピッチングしてるのかなと思いました。1軍ではね、ちょっとストレートを狙い打ちされてホームランされるというケースが多いので、このスライダーをより精度よく安定して決めることができるようにならないと、また同じような一発病とかを発症してしまうのかなと思うので、こういった試みは面白いかなと思います。今後ね、スライダーを磨いて、球速の速いストレートとスライダーで抑えてほしいなと思います。安成績ですが、この試合主な活躍した選手としては、ハツキ選手ですかね。まず1人目ハツキ選手、3打数1安打という、打撃はそこそこなんですけど、3投を決めているという点が非常にいいかなと思いました。で、ホームを、先生のホームを踏むということで、やっぱ、ハツキ選手はね、チームで一番盗塁うまいかなと思うので、一軍でもね、その走塁技術、盗塁技術を見せてほしいなと思います。続いて、矢野選手が2打数1安打1フォアボールということで、非常にバッティング今年いいかなと感じてます。で、この試合終了時点では打率3割をキープしていたということで、守備に定評のある矢野選手、今年はね、打撃も頑張っているので、このまま打撃ずっとキープできれば、一軍でも見れるかなと期待してます。続いて6日のソフトバンク戦です。この試合は7対5でカープが勝利しています。勝利していますが、9回の2得点は振り逃げの間のエラーによるものの得点ということで、相手のミスに助けられたかなという勝利になっています。まず投手成績ですが、先発中村優太投手は5回と3分の1イニングを投げて自責点5という成績でした。ちょっと失点が、かさんでしまったなというところで、この原因としては要所で変化球が甘くなったということがね、主な理由と思われます。ちょっとね、追い込んでからとか、カウントを取りに行ったスライダー、カーブが高く浮いて、そこを痛打されてのタイムリーといったことになっていたので、こういう変化球、精度を上げていく必要があるかなと思います。で、球速見てお分かりの通り、マックスが143キロ、で、平均139キロと、決してストレート速いピッチャーではありません。どちらかというと、ストレートのスピン、回転の良さ、伸びの良さで勝負するピッチャー、で、また変化球を組み合わせて抑えていくっていうピッチャーなので、こういったね、要所で変化球が甘くなることがあれば、この試合のような大量失点につながっていくことになるので、ここ改善していってほしいなと思います。前回の、中日戦では5回投げて無失点とかいう好投を見せていたので、またそのような好投を続けて1軍に、上がるチャンス掴んでほしいなと思います。で、この試合の注目はやっぱり4番手のターリ投手ですかね。ターリ投手、来日初登板の試合でした。ちょっと見てお分かりの通り、このね、球速がすごいですね。マックス152キロで平均151キロと、もうとてつもない左腕が来たなというような感じがします。で、ヒットは打たれるんですけど、左打者から2つの三振を奪うということで、左キラーとして活躍してくれるんじゃないかなと思います。
非常にね、速い球を投げ込んでいて、左バッターからしたら打ちにくいなという球でしたね。まあ、アウトコースのまっすぐで2人とも空振り三振取ってるんですけど、まあ、アウトコースに152キロとかのストレートがね、左投手からね、来たら左バッターにとってはちょっと届かないというか打ちにくいかなと思うので、左対策として1軍でも活躍できるかなというような、ピッチングでした。まあ、ただこの試合ボークもあったように、まだちょっとね1軍というか日本のルールに慣れていく必要もあるかなと思うので、もうちょっとは2軍で調整していくのかなと思います。で、最後森浦投手ですね。森浦投手1回を投げて、奪三振に行って無失点に抑えてます。この試合9回、藤井投手が登板したんですけど、まあ、藤井投手ストライク入らずに、まあ、2人フォアボール出したところで森浦投手に交代ということになりました。で、このピンチで、登板したんですけど、森浦投手動じずに、右打者3人を連続で抑えて見事無失点で試合締めくくってます。で、いきなり右打者2人に対して三振を取っていまして、やっぱり右打者に強いなと思いました。やっぱりね、チェンジアップで空振り取れていたので、右打者からしたらこのチェンジアップというのは非常に打ちにくい球かなと思います。あとはね、左バッターを抑えることができたら1軍に戻ってくるかなと思うので、今後も期待したいなと思います。続いて野手成績、まず野間選手がこの試合から2軍に降格していましたが、早速5打数3安打とアピールしています。レフトへのヒット、ライトへのヒット、センターへのヒットと広角にヒットを打ち分けていて、まあ、やっぱりね1軍で活躍してもらわないといけないキャプテンなので、こういうね安打を積み重ねてすぐにね1軍戻ってきてほしいなと思います。続いて正水選手は4打数1安打1本塁打ということで、この試合ね、まっすぐを捉えて左中間スタンドへ特大のホームランを放ってました。試合が行われたね、タマスタ地区号は非常に2軍の球場としては大きい、球場なんですけど、その左中間スタンドにぶち込んでいたということで、やっぱり長打力が魅力かなというところは、思いましたね。まだね、ちょっと2軍でも打率が1割台と低迷していて、ちょっと調子がね、下降気味かなと思ったんですけど、このホームランをきっかけにどんどん上げてくれるんじゃないかなと思います。で、初期選手は4打数3安打で、1つのフォアボールで2つの2塁打ということでね、素晴らしいですね。2塁打2本打ってますし、フォアボール含めると4回も出塁しているということで、まあ、初期選手も状態が上がってきたんじゃないかなと思います。初期選手もね、やっぱり盗塁の技術があるということで、1軍の戦力になってほしいところではあるので、こういう活躍続けてほしいなと思います。で、中村修正選手は5打数1安打2打点ということで、1打席目に、見事なセンター返しでタイムリーヒットを放ってます。まあ、このヒットは良かったんですけど、ちょっとね、物足りないかなと。5打数1安打は物足りないかなと思います。もっとね、1軍でブレイクしてほしい選手ではあるので、まあ、本当、全試合、マルチ安打するような気持ちで、活躍してほしいなと思います。4月7日のソフトバンク戦です。この試合はカープが3対2で勝利しています。まず投手成績ですが、先発の小林投手、ナイスピッチングでした。8回を投げて自責点2というピッチングで、最高球速は151キロで、平均147キロも出ています。やっぱりね、こう先発で147キロ安定して出るというのは魅力的ですね。まあ、この2失点というのは一発をホームラン浴びての、失点だったんですけど、それ以外はほとんど良かったのかなと思います。ストレートでね、空振りが取れますし、まあ、コースにカットボールが決まるということで見逃し三振を奪う場面もありましたし、まあ、こちらにね、この試合の小林投手の、球種割合、乗せてるんですけど、やっぱこの平均147キロのストレートが 40% 占めていて、で、まあ、精度の高いカットボールを 30% 近く投げているということで、この2つがね、主な軸になるかなと思います。で、スプリットも 20% ぐらい使って、このスプリットで空振りを取りに行ったりといったピッチングですね。その他にもね、チェンジアップ、カーブで、緩急つけてタイミング外すといった投球もできるので、非常にね、完成度の高いピッチャーだなということを改めて感じますね。今年ね、まあ、まだ1軍のローテ安定してるのでいいんですけど、まあ、誰かが崩れたら小林投手がいるぞということで、非常に安心して見てられるかなと思います。で、この回、この試合9回には、コルニエル投手が再び登板しています。球速最高153キロでした。でね、まあ、成績見て分かりの通り、フォアボールが2つあるということで、全体的にコントロールばらついていたかなと思います。ちょっとね、まあ、課題の一つであるコントロールというところに、また改善点があるかなといった内容でした。まあ、最後はデスパイネ選手を相手にね、スライダーで空振り三振を取っていたということで、まあ、このスライダーに関しては、まあ、良くなってきてるのかなと思いますが、まだちょっとね、コントロールに不安があるということで、しばらくは2軍で調整かなと思います。で、主な野手成績、この試合ね、ちょっとまあ3安打に抑えられていて、まあ、パッと目立つ選手いなかったんですけど、まあ、まず蜷澤選手ですね、まあ、4打数1安打2打点ということで、変化球にうまく対応して、センター前にぽっとりと落ちるタイムリーヒットを放ってます。で、正水選手は
4打数1安打で1本2塁打を放つということで、この前の試合のホームランに続いて長打が出ているということで、状態だんだん上がってきているんじゃないかなと思います。なのでね、まあ、次の2軍戦も翔水選手注目したいと思います。最後にこの3連戦の2軍メンバーポイントもまとめます。まず小林投手は1軍ローテに何かあった時の候補1番手になるということで、素晴らしいピッチング見せてくれたので、もしねローテーションから外れるピッチャーが1軍から出たらね、すぐ小林投手が入れるというところで、今年は安心できるかなと思います。続いてターリー投手は左打者キラーになるということで、まだ1試合に登板なんですけど、非常に、ね、平均球速も速い直球に魅力のあるピッチャーなので、左バッターからしたら打ちにくいかなと思います。あとはね、ちょっとこの試合も右打者に打たれていたので、右打者に対してどうなるかっていうのを注目していきたいかなと思います。続いて森浦投手は左打者さえ抑えることができれば1軍ということで、もうやっぱね、右打者にとってはね、このストレートとチェンジアップで森浦投手ほぼ完璧に抑えれるので、あとは左打者相手にどこまで抑えれるか、この課題を改善できればすぐに1軍になれるかなと思います。まだね、幸いにも1軍の中継ぎが安定しているという状況なので、まだね、焦って1軍に上がるということはないかなと思うので、そこの課題をじっくり解決してくれたらなと思います。で、翔水選手調子上げてくるかということで、ようやくホームランも出ましたし、ツーベースも出たということで、徐々に状態上げているのかなと思います。今年はね、ちょっと1軍でも活躍してほしいなと期待している選手ではあるので、夏頃までには1軍で活躍できるように力をつけて戻ってきてほしいなと思います。葉月選手も上げてきたということで、葉月選手もね、非常にいいバッティング続けてるかなと思います。で、ヒット打つだけじゃなくてフォアボールが選べるっていうのが葉月選手の魅力の一つかなと思います。で、やっぱりね、盗塁うまいですね。チームで一番うまいんじゃないかなというぐらいあるので、ちょっともし誰かに何かあったら、すぐ次一軍上がるんじゃないかなと思いますね。一軍でもね、ちょっと今出れるポジションがないんですけど、スタメンで出ても出塁率も高くて盗塁もうまいという選手ということで、面白いんじゃないかなと思います。で、野間選手、中村翔選手は圧倒的な成績が必要ということで、この二人はね、本来一軍でバリバリやってもらわないといけない選手なので、今みたいに1日1試合、1本ヒットを打つっていうだけでちょっと物足りないかなと思います。どんどんヒットを積み重ねたり、ホームラン、ツーベース、長打を打って、もう文句ないぞという形でまた1軍に戻ってきてほしいなと思います。で、最後林選手は引き続き心配ということで、ちょっと打率上がりつつはあるんですけど、まだ0割台ということでね、ちょっとね、林選手ね、不安ですね。去年1軍で活躍した選手だけに今年も期待してたんですけど、やっぱオフに左投手に改善しようとした試みがね、ちょっと裏目に出ているのかなと思いますね。去年みたいにね、また右打者、右投手からホームランバ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 ン打ってほしいなと思うので、もうちょっと2軍で模索して夏頃までに戻ってきてくれたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。2軍にも非常に期待の持てる若鯉がたくさんいるので、これからも応援していきたいと思います。このチャンネルの登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは若鯉たちの活躍を祈りまして、ガツガツガツカップ頑張れ。